砂漠緑化は砂漠に草木を植えること、あるいはそれらが育つような算段をすることを言う。砂漠緑化と読まれることも多い。砂漠の緑化の試みは世界各地で行われており、その主な目的を以下に挙げる。活動の主体は NGO、企業、政府など様々である。温暖化防止を主目的として緑化を行っていることが多く、京都議定書の影響が伺われる。 また、イメージの向上も目的に含まれることがあると思われる。大きな河川がある場合は、一般的な灌溉設備による水の導入やポンプで水を汲み上げることが考えられる。海の近くでは、海水淡水化による水の供給が可能である。ただし、ポンプの設置や海水淡水化のコストは高く、砂漠の多くの面積を占める開発途上国では、 ODA や NGO の援助がなければ導入は困難である。また持続的に利用可能な動力源、電源の確保が不可欠であり、そのために風力発電、太陽光発電を併設することもある。なお最近は技術革新によって海水淡水化のコストは炭水1トンあたり45セントと地中海をまたいだ河川水の単価運搬コストより安価になった。 原子力海水炭水化によって、さらに炭水製造コストが下がることにより、河川に依存しない、大規模な考えが可能になると見られている。原子力海水炭水化のコストは1トンあたり35セント、内陸500キロメートルパイプライン輸送費は1トン、あたり1ドル20セント前後と見られている。考えには、以下の方法がある。考えを行って排水が不十分である場合、 地下水面が上昇し、毛細管現象によって、塩類を含んだ地下水が地表に到達し、吸い上げられ続ける。結果として塩類が蓄積し植物が育たない土地となる塩害の危険性があり、乾燥地での考えを行う際には、十分な注意が必要である。砂漠に多い粘土質の土壌は、毛細管現象を起こしやすいので、より粒子が荒く毛細管現象を起こしにくい砂を、 角度したり、排水管を埋設したり、樹木を植えて吸水させたりするなどの手段が取られる。植物の中には乾燥ストレス耐性や使用ストレス耐性が強い植物があり、その種の特性の研究、利用は砂漠緑化に有用である。また、バイオテクノロジーによって各種の体制を強化した遺伝子組み換え植物も開発されており、砂漠緑化の推進が期待される。 一部繰り返しになるが、砂漠緑化の問題点を挙げる。よって、砂漠を緑化する際には、緑化の手段、可否、環境への影響、結果を十分に予測、評価しなければならない。朝日新聞、2008年12月23日長官、東京版、11面。ありがとうございます。